はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらフィットのね、4ということで、新しくなりましたね。すごい、見てみてこんな感じ。今日ね、今壇上で5分間チャンスがあります。では映していきましょう。はい、こちらね、フィットのクロススターですね。こんなモデルがあるんですね。早速今ね、ちょっともういきなりね、いきなりちょっと中撮らせてもらいます。はい、お邪魔しますと。おお、これ電気つくんかな。お、すごい、こんな感じか。こんな感じなのね。もうね、液晶になっちゃってますね。で、シフトノブに、あ、もう高級パーキングブレーキ、これね、ボタンになってますね。あ、ブレーキホールドボタンもある。これめっちゃ便利。あ、そして結構ね、これなんか布っぽいね、感じになってるんですね。これ電気つくんかな？電気つくんかな？ちょっとライト、ちょっとライト見てみましょう。ライトつけたらね、こんな感じです。やっぱね、あのヘッドライトは、丸みを帯びたデザインになってますよね。で、後ろから見るとこんな感じです。いや、なかなかね、なかなか、このいいんじゃないの今回の。これ後ろかっこよくねえか。ちょっと開くかな、開くかな。お、開いた。あ、後ろはね、あ、荷台は結構これ後ろリクライニングしてるんで、前の私のフィットよりね、フィット3より広く感じます。で、こちらフィットリュクスですね。こういうモデルも出てます今回で、やっぱこのデイライトがね、今回、これつくということで、昼間もね結構安全ですよね。ブルーのエンブレム。ではお邪魔しますではお邪魔しますと。おお、なんかすげえ、革張りのシート、これええわ。これええわ。すごいなんかね、ホンダのね、よくあるやつですよね。革張りと布との、布と革のこのツートンシートといいますか。いや、いいですね。いや、ハンドルもかなり上質感上がってますね。もうね、これ、高級セダンに近いんじゃないですかね。もう、フィットなんですけど、なかなかの高級感を、醸し出してますよね。あ、ここ白いインパネ。なぜ？木目とかに来たらよかったのに。あ、ダイヤルになったのね。前のフィットはね、ここ、タッチパネルでね、ちょっと操作性が悪かったんですけど、今回はつまみになってよかったと思います。で、何よりここパワーボタンね。キーがありません。これちょっと見てみたかったな。IMMD ですもんね。あ、こんな感じでトレー。あ、肘置き、これいいね。この高さの肘置き最高。はい、乗った感じこんな感じです。いや、いいね。ちょっと後ろも乗ってみましょうね。もういいですか。はい。OK です。ありがとうございます。はい、では時間になりましたんで、ではこんな感じでフィット4でした。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで新しいフィット4でした。じゃあね、バイバイ。